やっていただこうじゃないかと、はい、いうことになっておりまして、続いてのコーナーはトゲトーク、はい、こちらに挑戦していただきたいと思います。まあね、今更ですけれども説明すると、トゲ君は言ったことを相手に強制できる呪言という呪式を使っているために、うん、普段は呪言が発動しないようにおにぎりの具の名前だけで会話をしているわけです、うん、ということで、このゲームではですね、皆さんにおにぎりの具だけでの意思疎通にチャレンジしていただきたいと思います。はい、もう軍レベルの暗号にチャレンジということですね。そうなんです。でこれからですね、お題となるセリフ、まあ、はっきり言うとおにぎりの具の名前に A から H 8つのシチュエーションをご用意いたしました。でこれを抽選箱から引いていただいて、で自分でだけ見てください。自分でだけ見ていただいて、他の4名様は何で何のツナマヨだったのみたいのを当てていただきたいと、はい、いうふうに思っております。で見事正解したら1人につき1ポイントで、でこれ、10ポイントを超えると浅草の某日本最古のおにぎり専門店さんの高級な特級おにぎりをプレゼントする、特級おにぎり、こちらポイント次第で具もどんどん豪華になるということですので、ぜひ全力で、まあ、ある意味声優さんこれやりがいあるんじゃないかなという気もするんですけど、何のエチュードなんですかね。確かにそうですね。エチュード、一種のエチュード。ここは内山幸喜としてやるんでいいんですよね。ここはそうです、はい、ここは、まあ、逆に言えば好きなやつで構わないです。今俺はパンダでやりたいって言ったらそれでも全然構わないです。難易度高、はい、あ俺から内山さん、やっぱりこれは内山さんから、緊張させていただきたいことです。プロですからね、ツナマヨと。そうだね、やめて、やめて、こんなら一番のプロ、やめて、そういうの。はい、じゃあ他の人には見せないでくださいね。はい、はい、まあまあまあ、はい、はい、じゃあそれでは、はい、準備がよろしければ一言ツナマヨとだけ言っていただきたいと思います。ツナマヨ、行ったと思う、これ小粋な寿司屋に来た気持ちだった。ここツナマヨ出してくれんだみたいな気持ち。これ行ったと思う、行ったと思う。これはあ、違うかな。さあじゃあこれどうしましょう。じゃあ尾形さんから聞いてみましょうか。 G 家族の待つ家に帰ってツナマヨではないかと。はい、じゃあ続いて花澤さん。そうだな、でも内山くんだもんな。内山くんだったら、どういうこと、内山くんだったら台風中継でもうあのテンションで台風中継のツナマヨ入ってますからね。なるほど、うん、暴風の中で、暴風の中でもう、うん、あるかな、 F、 おー、そこにするんですね。じゃあそれでは小松さん。あんまり見たことないウッチーだったんで、本当に A かな。とぼけたりしないで、とぼけたツナマヨ、そんなストンキョウな声聞いたことない、うん、内山くんの。じゃあ続いて関さん、めちゃくちゃ真剣に考えてましたね今。考えてます。今は G だと思ったけど、はい、なんかこうバラエティ感出すのに別のにした方がいいのかなって、うん、いうことを素直でいいんですよ。考えてました、はいはい、じゃあ、H で、H、はい、風呂が熱すぎるのではないかという4名様のお答えでしたが、はい、では内山さん正解を教えてください。正解は何でしたか。はい、正解は G です。あ、おあ、 G ということで、尾形さん正解、ありがとうございます。ありがとうございます。だから関さんもほぼ正解だったんですけど、まあ、ここは1ポイントということで、はいはい、家族の待つ家に帰ってツナマヨでございました、はい、ただいまをイメージしました、うん、あでもそんな感じですよね。リラックスしている感じがちょっとありましたが、じゃあ続いて小松さんに、はいはい、やっていただきたいと思います。あ、小松さんに言っていただくのは、はい、昆布。あ、お変わった。変わるんだ、はい、変わります。昆布ね、はい、昆布も値段が高すぎて裏切られて勇気づけられて照れて自動ドアに挟まれて追い詰められて落ち込んでバレンタインに渡しながら、はい、昆布はね結構扱い難しいです。ちょっと待ってください、プロ、どういうことですか。昆布はなんか表しづらいセリフが結構トゲだとくりきますね。あ、そうなんだ。昆布は表現難しい。難易度高い。確かに、ツナマヨだと4文字だからね。確かに、1個減りましたもんね。そうなんですよ。文字数が少ないし、んがもうなんかないじゃないですか、ほとんど。昆布。確かに。だから、すげえいつも難しい。ハードル高い。初めて言います、多分セリフで昆布って。これは結構難しいと思います。これ冗談のようで言って、割とあの声優さんのプロ意識入ってますからね。んで1音消えますね、みたいなね。むずい。そうですよね。そう。じゃあそれでは、はい、小松さんにも抽選していただきましたよね。
はい、はい、じゃあそれでは抽選していただいても他の方には見せないで、はい、はい、言っていただきたいと思います。お願いします。え、すごい溜めたな。え、そんなのある？この中にあるんでしょうね、渾身の、はいはい、なってきました。じゃあ、関さんから言ってみましょうか。僕、はい、じゃあ8。あ、8やねば。8って言わない。8はないよ。8はないとですよ。どれ？ F。 おい、なんで8って言ったんだろう。F で追い詰められてコンビ、はい、あ、なるほどね、なるほど、追い詰められて、はい、もう今これ完全に違いますの反応じゃないですか。美香子、私やばい、これ向いてないかもしれない。私このコーナー向いてないよ、これ。人狼できないタイプ、バレない F 以外で。じゃあ尾形さん行ってみましょうか。尾形さんはどちらだと思われますか。で、で、照れて、はい、あ、ああいう照れ方ね、わからん。すごい、もう小松さんが毎回毎回リアクションを取ってくれようとしてるけどダメ、今は。今はダメ。じゃあ花澤さん。私ね、あの間が気になったんですよ、最初の。確かに。そう、だからあそこで何かが起きてるって考えると、じゃない、値段が高すぎて今後。お、うん、本当に欲しいものだったんですかね、迷ってるなっていう感じがしました。あ、はい、じゃあ A。 そして最後に専門家にお伺いしてみましょう。はい、はい、専門家的に言うと、うん、あえての H ですね。なんでだよ。ちょっと、まだ発表してないから。まだ発表してない。君黙ってなさいよ。H ですね。さあ、分かれました。はい、それでは正解を小松さんに発表していただきましょう。お願いします。正解は裏切られて昆布。え、お、え、全然違う。 B、 全然違った。 B、 裏切られて昆布。ものすごい悔しそうでしたもんね。はい、そうか、悔しい。そうなんです。でも迷いましたよ、 B か F かと思ってたから。え、本当ですか。うん、確かにね、 B と F だけが戦いの中のセリフって感じしますもんね。はい、そうか、最初に。でもそれよりも辛かったのは、うん、もうあの小松さんがここで見るときに完全に見えてて、でもこれ見ちゃいけないなと思ったから、それを見ないようにするのが辛かったですよ。なんで見ちゃったんですか。いやいや、まあ、見てないんだよ。見てないんだけど、ちょっと横向いたら見える角度にあったから、すごく戦いました。そこは、その戦いが辛かったです。あ、でも最初に8っておっしゃってたのはもしかして B が。そういうことなんだよね。形的にね。形的にインスピレーションで伝わってきました。匂っちゃったのかもしれない、ね。関さんは人狼強そうですね。そう。さあ、じゃあそれでは最後は関さんに。あ、僕？やっていただきたいと思いますが、はい、今のところ1ポイントなので、え、うん、今回は全員5ポイントずつでいきます。5ポイント。2人いけたら5みたいな感じですね。なるほど。はい、え、現状はおにぎりはもらえる感じなんですか。今のところ1ポイントですので、まあ、普通にスタッフが美味しく食べるっていう、うん、このままそうなんだ。足りないの。じゃあ誰かが次1人当たればおにぎりもらえるんですか。今あの交渉で、僕は5って言ったはずだったんだけど10になったなって今思ってます。じゃあ1人当たればいいでしょう。1人当たれば大丈夫です。お、はい、よし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 、はい、じゃあそれでは、関さんにはツナと言っていただきたいと思いますが、はいはい、また1文字減ったぞ。確かにそうですね。ツナは割といけます。あ、ツナいける。なんかツナはやりやすいですね、いつも。弾んだ感じも出せるし、ツナとか明るくもいけるんで、結構汎用性高いイメージがあります。はい、グッとくる、いたずらっぽく、偽りの色っぽく、偽りの下心を隠して、気持ち悪い、好きな気持ちを隠して、はい、じゃあそれでは。複雑な思いだな。こう迷いますね。すごい分かりやすくちゃんとやった方がいいか、微妙にやってやった方がいいのか。微妙にやってって何ですか。そう、バラエティーのなんかバランスをすごく試されてるっていう。いいですよ。最後の問題、最後の問題、最後の問題で誰か一人当たればいいということは、おにぎり欲しい。そうか、一人が当たればいいということは、は分かりづらい。いや違う違う違う。全員それ揃ったっていいぐらいですから。なるほど、はい、分かりました。じゃあ行きますよ。はい、はい、関さんにツナお願いしたいと思います。はい、どうぞ。ツナ。ちょっとあの、なんか今関さんを見ちゃったらすごい、すごい簡単だったんですけど。いや、これでもどうですか。まあ、もしかしたら分かんないですよ。何かグッとくる、グッときてる可能性もありますね。具にもいろいろある。じゃあ A じゃないってことだよね。消去法で、はい、さあ、じゃあ、並び順いきましょうか。小松さんから聞いてみましょうか。え、ストレートに言ったら、うん、あれですけど、でもちょっとバラエティ考えてる感じするってなんだよ。で、私
H、 H 好きな気持ちを隠してツナ、はい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 、確かにちょっとしようと思って、なるほど、なんか溜めてる感じだったもんね。でもそうですね、なんかが出てきそうな感じでしたけど、明らかに何か出てきそうでしたけど。続いて尾形さん、G うん、G は、はいはい、そうね、こればらけた方が戦略的にもいい感じがしますね。なるほど、はい、誰か一人が当たれば、いや、そうですよ、そうです、じゃあもうあと大丈夫ですよ、尾形さん当たってめちゃくちゃ分かりやすい人が一人混ざってる。では羽田さん、そうですね、じゃあやっぱ、うん、関さんのお顔を見てたんですよ私は、はい、そうそうそう、関さん下ネタ言う前ああいう顔してたかも考えるとF かな、下心を隠してツナ、ね、なるほど、はいはいはい、うん、下ネタって下心と関係あるの分かんないです一番近そうなもの全開じゃないですか、うん、本当ですね。さてじゃあそれでは最後は内山さん。僕はそうですね、あの吐いちゃうぞっていう意味で B、いたずらっぽくつなのパターンもあるかなと。そういう姿勢とか、はい、吐くは吐くでもね、何を目的に吐くか、はい、うん、さあということで、今4人で揃いましたが、正解を関さん見せていただきましょう、どうぞ。はい、正解は、G、気持ち悪いツナでしたおめでとうございます、はい、ということで皆様には特急おにぎりを差し上げます。やったー、尾形さんありがとうございます。やったー、ありがとうございます、はい、後ほどどこかで味わっていただきたいと思います。はい、ということでまずはですね、こちら、ツナマヨの、トゲゲームでございました、うん、はい、トゲトークのコーナーでした、ありがとうございました。ありがとうございました。さあそれではこの後 TikTok